ということで今日のディッシュの企画は何でしょうか。あれ新しいなんか夏バージョンいいじゃん。これかわいい。あれできる？できるよ、当たり前じゃん。すっごい。いろいろ飛んでたけど大丈夫。新しいよ今。全部飛んでた。スーパー髪の毛についてはフェラクティー。スーパーフライト。コドルオン。やべ超面白い今日。今日通りやべ超面白い。子供たちに愛されるお兄ちんになろうって見えるんだ。こっちから見たらお兄ちんになろう。お兄ちんだ。お兄さんになろう。お兄ちんだ。お兄ちん。これは察しがつくぞ。なんか子供たちに保育園とか。子供好きですか？子供好きですよ。俺ガキだ。子供好き。多分精神年齢一緒くらい。そうでもね好き。誰が一番人気になれるかちょっと。間違いないな。俺だ。この勝負間違いない。ごめんなお前ら。あんな言っとくけどな、昔から決まってんだよ。お兄さん系はな、帽子かぶった人が一番人気になるんだよ。何言ってんだ何言ってんだ。今日は子供たちに愛されるお兄さんを目指します。最後に園児のみんなに投票してもらって一番を決めます。果たしてトップは誰。すごい人見知りで。人見知りの匠は大丈夫。大丈夫。わかった、ありがとう。三日月スマイルは演じに通用するのか。ミュージーソイ。あ、ソイ。なんかごめんなみんな。歩き方変になってるよ。男性ファンからも人気が高い。トイか。楽しいですね。楽しいね。楽しいですね。奥様キラーまさきか。一番子供に愛されるお兄様一体誰。こんにちは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 。今日は、子供たちに好かれるお兄さんになろうみたいなね。そうです。そんな感じで、遊びに来ました。はい。あの子供たちと楽しく過ごしていってください。はい。一番大切なことは楽しむことだと思います。楽しむこと。楽しむことです。はい。楽しむこと大好きで。元気に負けないように。はい。はい。わかりました。はい。楽しんでいってください。はい。じゃあ、 年長組の菊組と桜組でお待ちしてますので、はい、みたいな声。おー、はい、俺桜組だった。こんにちは。はい、おはようございます。イエイ。おはようございます。イエイ。おーイエイ。幼稚園にやってきた4人。めっちゃ可愛い。もう天使がいっぱいいる。そんな中、早くも囲まれてるのがうじうじ。危ないよ、危ない。早速ついてきすぎだろ。早速仲良くなりすぎだよ。今日は名古屋市北区にある高和幼稚園に一日お邪魔します。かわいいな、やっぱり幼稚園は。一日一緒に遊んでくれるのは年長組の菊組と桜組さん。待て緊張してる。俺は緊張してる。俺ライブ前のテンション。よし2今日は、子供たちも仲良くなろうね。はい。中華と言ったらスーダー。よし。こんにちは。こんにちは。こんにちは。さあ、子供たちと初対面。気合は十分ですが。あれ、子供たちなんか緊張してない？仲良くなれるの、あなたたち。でもディッシュお兄さん優しいから大丈夫だよ。まずは桜組のみんなとご挨拶です。お行儀いいね。さあ、ご挨拶もできる？いくよ。気をつけ。すごいな。負ける。インパクト負けしてる。負けちゃう。すごい、びっくりしちゃった。かっこいい。よし、それじゃあお歌を元気よく歌ってお兄さんたちびっくりさせてあげてね。一生懸命純真ね。涙出ちゃう。
れを覚えてるのはすごい、かっこいいよみんな、はい、本当よ、あなたたち今日一日先生だからね、頑張ってよ、汗かいた、めっちゃ飛んだもんね汗かいて、汗かいちったよ、すごい、なんか昔思い出すな、懐かしいやん、てか元気だね、元気元気いいねこれあの幼稚園の先生すごいね、やばいね、相当すごいんだなっていうのが分かった、あーもう疲れてる、そんなことない、疲れてない、そんなことない、そんなことない、そんなことないけど、今体がね疲れた、この後番組で誰が一番人気があるか投票取るけど、今のところ誰が一番、でも多分遠いだろう今のところ、え、桜組で、うん、俺何もしないもん、いやまさきなんだよこういうの意外と、あ意外とね、意外とねこうなんか照れてくとか一切出ちゃうんだよお前こいつ、先生っぽいもんなんか一人、私意外にあの荒っぽく遊んでくれるリュウジやだから、あー人気出そう、確かに、菊組さんに移動してお絵かきの時間です、菊組のみんなには4つのグループに分かれて4人の似顔絵を描いてもらいます、一生懸命絵を描く子供たちに対してどう接するかがポイントなのよ、照れずにちゃんと子供と向き合う、ひなちゃんと帽子描いてね、帽子、帽子かぶってるから帽子難しいかな、難しいよ帽子、顔何で描く、兄さんお目目何色かな、見てみて、緑、何色、黒、じゃあ黒で描こう、じゃあお目目描いて、どこに描く、ここどこに描く、ここ、さすが先生、子供の対応上手ね、それを見ていた遠いは、うん、そう、黒で描いた、そう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 、目描くときにやってみな、ウィンクしてみて、積極的、遠い、なかなかいいじゃない、たくみは耳描く、洋服はね、こんな感じです、エプロンしてるから敬語になっちゃってるし、匠が緊張してどうすんのよ、本当に、相手は幼稚園児で、リュウジはお、いいよ、まだ俺がモテる、あれ弟ちっちゃい子好きなんで、弟欲しかったんですよ、あーかわいい、リュウジはいいお兄ちゃんって感じ出てるわ、早速仲良し、ね、あの友達目線っていうところがいいんだろうね、でも女の子誰も言うとこないんで、ほら本当だで、まさきはみんな、お兄ちゃん、髪の毛ある、髪の毛、髪の毛描いてほしいな、背筋ピーみたいな、ね、そう、難しいの、これ、はい、よし、食べ物、食べ物は、自分が好きだと、あー、近くだ、まさきは優しい、寄り添ってあげるタイプなんだね、ねえ、暑いから追いあげるって緑で何描くの、あなたは、ねえ、みんな一生懸命描いてる、そして描いてくれた絵がこちら、きゃーかわいい、遠いちゃん、口がスイカ口だし帽子ちゃんと描いてて、ありがとうね、まおちゃん、いやまさきも、まあなんか衣装まで描いてくれて、細かいとこまでバッチリ、あやのちゃんありがとうね、リュウジちょっとすごい個性的じゃないこれ、全員全部優しさが伝わるわ、なんか俺の好きな色を聞いてそれで全部名前書いてくれたり、これこんな嬉しいもんなんですね、ほくろ、ほくろ書いてくれるんですよ、ほくろ、ほくろ書いて、なんか感動しちゃいましたあのね、みんなね、お兄ちゃんよりね、絵全然うまい、お兄ちゃん本当に絵描けないからね、羨ましい、みんなが模様もちゃんと描いてくれてありがとう、みんな、うん
みんなよくかけてる、ありがとね。カラフルでいいね。いや、まさきも大喜び。リュウジ、一生の宝物よこれ。キクグミさん、ありがとね。ありがとう。今から二州のお兄さんたちとリレーをします。おおおいい、おいいですか。どんな風にしたら一番が取れるか、順番をお兄さんたちと考えてください。いいですか。では作戦タイムスタート。次は外遊び、かけっこを通じて子供たちとの絆を深めます。トイ先生も走るらしいから、俺が一番最後に走ろうか。どっちがいい？最後走りたい、走りたい。よし、じゃあ最後哲司君ね。あ、じゃあ1、2、3、4、じゃあ最後トモさん、1番の人、1番の人、そう。